語ること。シェア。みなさんこんにちは、二人パパのミッツンです。スウェーデンの10月4日はシナモンロールの日ということで、シナモンロールのベイキング動画、7歳にしてすでにベイク歴4年目の息子くんと一緒に分かりやすくお伝えします。でも息子くんの成長が目に見えて感動だし、息子くんはお出かけもしなくちゃだし、焼きたてを食べたミツパッパがなんか変だし、親子さんにまったりフィーカタイムも見逃しなく。それでは行きましょう、二人パパの息子の成長に感動しすぎるシナモンロールの日23。シェナ、皆さんこんにちは、二人パパのミッツンと息子くんです。はい、ということで今日は何をしましょうか。カネルブッラを作る。カネルブッラ作りますね。10月4日はスウェーデンではカネルブッラスタワー、カネルブッラ、なんだ、カネルブッラのストーリーだつもよ。あのシナモンロールの日っていうのがありまして、10月4日にみんなよく食べます。まあでもシナモンロールは一年中スウェーデンでは食べられているもので、こ うちのチャンネルでも毎年作ってるんですけど、何してんの？これが取り出した。あ、内緒にしといて、ちょっと。内緒にならなかった。内緒にしといてよ。もっと大きいやつあります。はい、ということで、いきますよ。もう材料は。昨日は学校で作った、今前に切って見せるよ。見えてる？綺麗でしょ。ね。いっぱいの金していってるでしょ。まだ金が最近好きなんだよね。うん。どうする、あの字幕の色ピンクから金にする？うん、金難しいんだよな、できるかな。どんだけ作る？今作れます。はい、やりましょう。最初にやるのもの何？最初にやるのものは、あ、そうというかこれが一番大事なものだよ。そう、カネールね。カネールブッラの一番大事なものはカネール。カネールはなんだっけ、シナモンっていうね。あ、あなたさ、帽子あるよ。はい、少しだけ待ってね、トイレ行くね。分量や手順については下の説明欄に記載しておきます。あと実際に作った方はコメント欄で感想を教えてくださいね。お子さんと一緒に作ってますというコメントも多く、僕らの動画が皆さんの生活の一部になっていること嬉しく思っています。それでは早速始めましょう。シェフが来た。シェフが来ました。はい、ありがとう。まず最初の工程は、牛乳をイーストが発酵しやすい37度まで温めますよ。牛乳出してくれる？じゃあ、うん、ハルブリーテルのところまでしてください。え、ハルブリーテルのとこ、これハーフってことね。2分の1リットル。もう少し、もうちょっとですね。いいですか？ぴったり。ぴったり。オッケー。じゃあこれも冷蔵庫しまっておくので、これをお鍋の中に入れてください。じゃあこれを温めます。でもうん、それまだ。あ、じゃあこれこの中にちぎって入れといてもらうかな。今。今これは今使わないけど、今はなんか準備してるだけ。僕らがよく使うのは菓子パン用の生イーストなんですが、その場合は細かく手でちぎっておきます。すごいいい匂いだよね。細かくしておいた方が溶けやすいからね。今もなんか取ってください。今できたから。はい、ちゃんと細かくできましたね。うん、今は何する？これ温度を測ります。混ぜる、まあ、軽くね。うん、一応37度にするとこのイーストくんが元気になるのでいいらしいんですけど。イーストくん、あのイエスト、やばいやばいやばい。あ、この前みたいに圧縮のちぎったのあれ使ったの時、あ、この前そうだったっけ。うん、ちょっと熱すぎてしまったので違う器に行ったり来たりさせながら冷ましてる2人。息子くんもそのやり方をしっかり覚えていたようです。これ家の匂いだよ。ミョルク、うん、なんかあったかいのミルクは僕一回試したいかも。飲んでみたい。うん、あったかいのミルクは一回を試してみたいかも。いい、ちょうどほら、そしたらこれ飲んだらさ、冷たい牛乳入れてさ早く冷ますから、珍しいね、試してみたいなんて。この前日本の学校に留学して以降食べたことがないものも一回試してみたいかもということが増えた気がします。日本の給食のおかげかな。嫌いだった。そんなに美味しくなかったけど、あ、もういいと思う。これちょうどこれを一回試そうか。
あ、でも36まで上がったし、多分37度ぐらいがいいって言われてるけど、うん、ちょうどいい37になった。やっぱね、ぴったりでした。入れるね、うん、僕できる？できる。こぼさないようにね。最近僕らが使っているのは、餅つき動画でも使ったスウェーデンのメーカーアンカシュルームのスタンドミキサー。力のいるこね作業の大部分を担ってくれるので重宝しています。日本だとホームベーカリーのこねと発酵機能までを使う方が多いのかな。うん、いい感じ。そしたら、あの木べらで。どの木べら？木のヘラ、木の。これで軽く混ぜてください。クローゼットの中に牛乳が入れた。ここで時計が気になる息子くん。もう、もうエンティメンよりももっと小さいよ。行かなきゃいけないの時まで。やばい。なんでこれして、早めに。実は息子くん、今日はお友達のお誕生日会に誘われていたのですが、朝みんなで寝坊してしまったので少し遅れているのです。最後までできるかな。じゃあ、こう常温に戻したバター、これここで生地に使う残りの材料を入れていきます。蒸しバター、冷たいバターはダメです。 150g、 次に砂糖が、砂糖 1dl、 大体ね、結構ざっくりなんだよね。はい、これも入れていいよ。なんかまだここにも、これ、はい、ぴったり。全部はぴったりやんないと。分かった。カルダモンは小さじ2だから、カレーやコーヒーにスパイスとして使われるカルダモンですが、これを入れないとスウェーデンのシナモンロールにはなりません。あとは塩小さじ1/2。入れる。うん、で混ぜて。はい、混ぜてる。もうすぐはバター溶けると思うけど、うん、まあでも大丈夫、溶けなくても。メインの小麦粉は中力粉、薄力粉と強力粉を半々にしてもいいそうですよ。どのぐらい？これがミーヌス800だから、あ、いいね、今745だからちょうどいいと。ちょっと800の分量は800なんだけど、最初混ぜるときは少し少なめにします。そうすると後でその生地の状態を見て調節できる。じゃあスイッチ入れれる？君、スイッチ入れるのボタンは、あ、じゃあちょっとこっちから来た方がいいか。そうね、まず最初はゆっくりから。え、これはこうやってやったらどうなる？もしかすると変わったかも。これがあるとこれがあんまり効いてなくならない。そうだね、もう少し早くする。ちょっと待ってね。で最初はなんかちょっとこう、ちょっとまだ濡れてる感じするでしょ。うん、だけどこれをずっとこねてるとだんだんなんかくっつかなくなってくる。はい、もうちょっと早くしようか。そしたら今一番早くのスイル、どうだろう。あんま一番早くなくていいと思う、ゆっくりで。見るだけで目が回る。目が回るかもね、確かに。プルルルルルルなってるから、もうちょい粉入れた方がいいかな。生地の様子を見ながら少しだけ粉を足したりします。あ、でもすごいいい感じで伸びてきた。もう少し生地が、もう少し硬くなってた。硬くなってきた感じするね。見て。手ごねをされる方はよかったら以前の動画をご参照くださいね。それではちょっとここでこねてる最中の生地の違いを見てみましょう。混ぜ始めはボソボソだったものが5分ほどするとまとまり、すでにいい感じにも見えるんですが、10分頃の生地と比べてみると、先ほどよりもさらに生地の表面が滑らかになり、薄い膜状に伸びてるのがお分かりかと思います。今回うちは合計で12分こねました。終わった。触りたい。まあでもくっつかないね。あとすごいこのビヨーンってビヨーンって伸びるようになってるから、プレードを作った。プレードみたいなね。オッケー、じゃあこれですっごく柔らかいのプレードを作った。なんとなく見つかる。これちょっと粉が少ないような気もするけど大丈夫かな。ちょっと一回手でもこねてみたいと思います。一番大変なこね作業は機械に任せ、仕上げと生地の確認は手でやる。ミツパパも随分ベーキングにこなれてきました。そして以前の動画でもご紹介したファルファルに作ってもらったこね台を出そうとすると、息子くんが何か言ってきます。せーの、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 せーの
りないけど。分かった分かった。じゃあ行きます。せーの。今行く？今いいですか？じゃあ、せーの。じゃじゃーん。じゃじゃーん。それこのプレイド出すだけだね。そうね。でもまずここにちょっと粉打ち粉をしないといけませんね。これはファルファルが作ってくれたね。まあ、多分ファルモルがあのファルファルにこの粉を作ってって言ってファルファルが作ってくれたと。これ結構綺麗になってたね。こうできて。うんはん。そして少しだけ手でこねて感触を見てみましょう。ここでこういう横についてるやつあるでしょ。うん。こういうのは小麦粉つけてこうやってこすると取れるので。え、けどなんでこうやってついてるかわかる？何？そしたらあってこうやってするの時だいそんなにくっしょくない。確かにそうですね。うん。あ、でも柔らかくていい出会いかも。それ僕やりたい。僕やりたい。ちょっと待って。はい、いいよ。じゃあやってごらん。僕3分見てた。そうだね、ちゃんと見て覚えたね。よし。今ちょっとくっついちゃってるから下がこうやってやって一回粉をこうやってあるでしょ。この自分より遠いところからこうやって引っ張ってこう持ってきて押す。力押す。こう外から真ん中に向かって畳んで押す。はい。分かった。はい。そう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 、ここ使うといいね。うん、上手になった。もっと上手になった。もしあれだったら両手でやってもいいよ、こうやって。はいはい。ほんとお返事が上手になったね。日本の学校行ってからやっぱ手で触ると分かるね、どれぐらい。もうちょっとやっぱやりたかったわ。さっきのままだとちょっと骨が足りない感じしてた。ミツパパもこれ、あ、自分のさ、ほら日本のじいちゃんばあちゃんはこういうことしないけど、こっちのファルモルとなんか一緒にバーカして学んだけどね。僕なんかこうやって丸くしてあげるよ。ありがとう。もう大丈夫かな、そしたらここまでやったら。あ、もうすごい空気がすごいいっぱいもう出てきてるからもう大丈夫だと思う。そしたらこれを、まだ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 今から発酵させないといけないから、こねた容器の中に薄く小麦粉を振っておき、そこに生地を戻します。この中に入れるときは、ちょっと待って、これはちょっと待って、見てこうやってやるってこうやって落ちてくるでしょ。うん。で、外下の方でまとめられる。そーっとで継ぎ目を下にして、そう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 。でこれが膨らんでくるから、さ、もう触んない触んない。 OK。 でまあ綺麗な布巾か、まあうちはこういうのがあるからこれで、え、ぴったり合うね。これ専用のやつだからね。ファルモルはなんかここにくっついちゃうから、上がってくると。こっちの方がいいって言ってたら、そういえば。で、あったかいところで30分寝かせます。何ちゅう待ってる間にどうしようね。遊ぶ。じゃあその待ってる間にこれはあったかいところ置いとこう。そして発酵を待つ間、中に入れるシナモンフィリングを作ります。常温のバターとお砂糖とシナモンを混ぜるだけ。ちなみにうちのシナモンフィリングは焼くと溢れ出しちゃうほど多めです。これをちょっと混ぜます。かった。最初だけパパやろうか。ゴムベラでやった方が良かったかな。めっちゃくっついてる。冒頭に出てた壊れた泡立て器、本当はあれが使いたかったのですが、やっぱり適材適所って大事ですね。結局大きいボウルに移してしっかりと混ぜておきました。さあ、じゃああとは発酵が終わるまで待ちましょう。何？レゴで遊ぶ。レゴで遊ぶ。発酵を待つ間はミツパッパとリカパッパ交代でレゴ遊び。そして発酵はうまくいったのでしょうか。発酵時間はその日によっても変わりますが、2倍ぐらいの大きさになるまでこの日は40分ほどでした。じゃあ見てみよう。え、少しだけ大きくなってる。大きくなってる。せーの。バーン。すごい。見て、フルフル。触ってみ。ダメ、あなたレゴやったでしょ。手洗っておいで。一回指入れて、もう戻ってこなかったら大丈夫。刺しすぎ。オッケー。じゃああと原骨でギューって押してください。ギュって原骨で。そうですね。なんでイエスしてまた潰したの？せっかく大きくなったのに。うん。ガス抜きの目的は大きく分けて2つ。第一の理由はパンのキメが細かくなるから。第2の理由はパンのボリュームアップ。
パンの種類によってタイミングは変わりますが、ここで潰してもまた二次発酵で大きくなるから大丈夫なんですよ。綺麗にできるかな。ないえ、ないの。あ、今できた。マジックだね。から軽く生地をまとめて、まずは4つにするね。僕はもうできると思うよ。もう線いらないですか。線いらない。コックでしょ。そうね、半分の半分にしよう。最初は、まあ、僕は自分に線を作って。ああ、それいいアイデアだね。そしたらもっと簡単になってあるから。そうで、生地を切るときは一気にヒュッと下下ろした方がいいです。おこれを丸くして半分にしようか。こう待って、こうやって線を作って、グッってやって、グッってやって、グッってやって、はい。生地は4等分に分け1個ずつ作業をするので、残りの3個は丸めてボールに戻します。この中に一番下にこうやって指を入れる感じにすると、綺麗な丸いこういうボールみたいになるでしょ。そうそう、継ぎ目がこうやってここ汚いところは下になるように。そして4等分にした生地の1つをまとめ、それを長方形に伸ばしていきます。じゃあこれに粉をつけて、ちょっとこう長方形にあるね、レクタングル。レクタングル。レクタングル。カードロットじゃなくて。オッケー。じゃあ、パパやるね。フィールカウントでしょ。まあそうね。あの、大体でいいけどね。なんかね、こうやって、こうやって満たせて、またやる。そしたらね、刺しみたいになったし。これ。本当だね。はい。じゃあここまでやったら、広げた生地にシナモンフィリングを薄く塗り、それを手前から巻き上げていきます。全体に、でもここはちょっと残しておいてね。ここは塗らない。うん、角は塗らないように。なんで角は塗っちゃダメの。角を最後こうやってルーラーした時にくっつくように、ちゃんとパンとパンが、パンの生地とデーゲンとデーゲンがくっつくように。パパも一緒に手伝っていい。早くもしなきゃいけないから。今日この後お出かけですよね、君ね。うん、ちょっとだけど今日どうする。もう焼くところはパパ一人でやっていい。先行く、お友達の家。うん、オッケー。で帰ってきたら、じゃあ焼けてるから帰ってきたらリカババと3人食べようか。オッケー。じゃあここまでやったら手前から。いや、こっち、こっち手前。さすがシナモンロール歴4年目のシェフ、丁寧に巻いていきます。そしたらね、腰だけなんかこうやってして、うん、大体の大きさすごい合ってるね、上手。ボーカルの練習も知ってるから、あんたと一緒に。いつも同じ大きさにしないと焼き加減が変わっちゃうからね。ちょっと見て、一回パパのやつ、やり方。ここ置いたでしょ。はい。さあ、ここからはいよいよラストスパートです。カットした生地をカップケーキ用などの薄めの型紙に、断面が上になるようにして置いていきます。焼き加減は何？焼き加減、焼く、ちっちゃいのは早く焼けちゃう、大きいのは遅く焼ける。だからできるだけ全部同じ大きさにしておいた方がいい。次のやつちょっと準備します。あ、でこれは布をかけておかなきゃいけない。こうして、組み木こう切る。なんでこの上にもしないの？どういうこと？あ、やってもいいよ、軽くね。でもあんまり小麦粉つけすぎると今度パンの生地が硬くなっちゃうから。なんでそれ使ってる？まあ、2つ同時にやった方が、ほらもう君一人でできるからさ。そしたら早いでしょ。ちょっとバタバタはしていますが、息子くんもほとんど一人でできるようになり、作業を手分けできるようになったなと思うと、彼の成長を感じます。お、しかしここで時間切れ。息子くんはお友達の家に行く時間、これも成長の証だなと思ったりする瞬間です。準備できた？はい、どう？行ってらっしゃい、楽しんできて。そんなに一緒かないのがいい。あ、ここの庭、こんなのがあなたにつくから。行ってらっしゃい。そして型紙に入れた生地は清潔な布巾をかけて、二次発酵として40分ほど休ませます。息子くんがいなくなった今、ミツパッパはもう黙々と作業していきますよ。二次発酵が終わる時間に間に合うようにオーブンを225度に予熱しておきます。
そして生地の二次発酵が終わり、いい感じで膨らんだら、全卵を溶いたものをハケで薄く塗っていき、パールシュガーをたっぷりかけたら、余熱が済んだ225度のオーブンに入れ焼いていきます。焼いている間に次の生地の準備もして、オーブンの中ではしっかり膨らんできているようです。焼き時間についてはオーブンによって差が出るもの、日本とはオーブンの質が違うかと思いますので、このレシピで焼いていただいた方いらっしゃいましたら、ぜひコメント欄で情報交換していただけると僕も嬉しいです。ちなみにうちは8分でした。おお、今年ちょっと大きめになったかも。めっちゃ綺麗。そして次々と残りの生地を焼いていき、焼けた生地は網の上などに置いて粗熱を取っていきます。でもここで自ら焼いたものの特権タイム。お、焼きたて。本当はちょっと落ち着かせてから食べた方がいいんだけど、このあえて焼きたてを食べるっていうね。生地がふわふわでスポンジケーキみたい。うん、焼きたてってこんな美味しいの。中の生地がとろっとろ、真ん中の生地が多分シナモンのバターをいっぱい吸って、なんかすごいジュワーって感じ。この後も残りの生地を、まあ、焼いていたわけなんですが、息子くんがいる時よりもテキパキできてこう楽なんですが、こうなんだかつまんないような不思議な気持ちで作業を続けたミツパッパ。あとはお友達のところから帰ってくる息子くんとリカパッパを待つだけです。息子くんベイビーのミツパッパはどれする？パパ、そう。いただきます。あ、美味しい。出来たてではないけど、今日作った。うん、まあ、いつも冷凍して温めて食べてるからね。それでも美味しいけど、やっぱ違う、ね。なんかすごい中のふわふわ感も今日すっごいよくできた。発酵は上手にできたのか。イエス。見せてみよう。今日こそラーメンをやるんじゃ。で、ブルー、ピーン、ブルー。マイクラの話できればこのシナモンロールの話をしてほしいんだけど、帰る。僕はね、グッズしてたかわかる。なんか結構すっごくいいのロフトにつけて、あとはこのトラップドをやる。ちょっと待って、もうシナモンロールの話終わった？最初にマインクラのもの動画で話してたから、けど私がおる話に知ったと、それはダメずっとあなたが言ってますけど、私が話を変えたってことになったの？でもいっぱいシナモン入れたね。パパはすごいシナモンが大好き。これベスト。たまに少しだけシナモンのあるシナモンも売ってるやつは、売ってるやつはね、これはすごい黒ぐらいね、 1.5 倍にしてますから、いつも普通の量、こぼれちゃってもいいぐらい。うん、これ多分もう2歳か3歳ぐらいから作ってるから。うん、パルモンといとこそれは2歳だったね。だからあなたと僕と一緒にやった、最初にやった時には4歳か3歳だった。あれは3歳だった。ファルモンと作ったやつは、でももしかしたらその前もやってるから一緒。今日ご飯どうする？うん、でもなんかしょっぱいもの食べたい。しょっぱいもの、じゃあ本当は今日唐揚げにしようと思ったんだけど、ちょっともう遅くなっちゃったから、ちょっとさ、熱が出てきちゃって。俺、寝てた。これ大丈夫？てかさ、知ってた？息子くん、リカパパずっとね、指輪してないね。まあいいや。惜しかったですか？惜しかった。じゃあみんな、ごちそうさまでしたから、いただきます。どっちだった？覚え出して。バクしか言ってごらん。
いただきます。はい、残念。ごちそうさまでした。でした。はい、じゃあごちそうさまでした。ごちそうさまでした。毎年の恒例行事で息子くんの成長を実感した2人パパなのでした。この後は次回予告。さーて、来週の2人パパは息子くんです。僕が作ったのしままロールはすっごく美味しかった。僕がするのはなんでかわかんないけどすっごく楽しい。だから皆さんもやってみてね。そして来週はスパーデのお寿司を食べ比べ、日本で 見られないお寿司をご覧に入れます。5種類のお寿司を食べたよ。でもやばいのもあった。チャンネル登録お願いします。ヘイロー。次回もまた見てくださいね。STM SACS FORCE FORBLED I love you. 二人パパ。